どうも皆さんこんにちは。最近受験が終わって気が抜けまくってるゲイ YouTuber のねいねです。本日は金曜日ってことで少しお出かけ、最近の中学生のごく普通な放課後を皆様にお届けしたいと思います。よく道民は距離感覚がバグってるとか金使いが荒いとか暇人ばっかりとか言われてますが、そうではないことを皆様に証明したいと思います。では早速、この導入されたばかりの券売機で切符を買います。やっぱり新しい券売機はいいですんで打ち間違えすぎやろ。ミスってるうちに恒例のお布施タイム、下手くそすぎてくさ。僕にはセンスがないので地点を変えてなんとか入れてやります。なんとか入りました。言い訳ですが、僕は券売機に札を入れるのがめっちゃ苦手なんです。さてさて切符が出てきました。痛い、いやなんでもないです。これが僕の日常ですから。やっぱ普通に言っても面白くないので、そこは特急課金、個人的には融資と課金よりお得だと思ってます。乗り換えがだるいですが、発見されました。これで準備完了。改札入るまでに1分半もかかる前代未聞の鉄旅実況ですが、続けていきましょう。トップバッターはこれからも何度もお世話になる学園都市線の札幌駅。これで終点の札幌まで向かいます。新川発車。札幌までは9分ほどの旅路です。うだうだしてたら競馬場が見えてきたので、もうすぐ総延ですね。総延を出て線路が増えると札幌に到着です。少し時間があるので、ホームに上がってみると、何かいました。今年の3月から営業運転を始める苫小牧の H100 ですね。ひとまず撮影。旅の前にいいものが見れました。おっと失礼。何気ない日常にいい思い出ができました。今入ってきた北斗に乗って終点の函館まで行ってると帰ってこれないので、目的通り南千歳まで乗車します。お気に入りの進行方向右側の一番後ろの席に座りました。対向列車は見やすいし、リクライニングは倒し放題なので、個人的には気に入ってます。札幌発車、放送を聞いてみましょう。今日も JR 北海道ノーコメントにして内部通過してから新札幌に到着。早くも次で降りる日まで迫ってきました。せっかくなので座席の紹介。座席背面にはチケットホルダーがあります。切符ギリギリのサイズに作られてるので結構キツキツです。よく縦に入れてる人を見かけますって、やりたかったのでしょうか。才能がないので仕方がありません。お持ち帰りも可能。
ますよね。まず目につくのは、よく動かない枕だと円錐をかけられる可動式枕。耳がとてもふかふかしていて、中央も頭が疲れない程よいふかふか具合でとても気に入ってます。家の枕にしたいくらいです。座席中央には可動式の肘掛けがあります。これも知らない人と相席になった時とかに意外と重宝します。座面は可もなく不可もなくといった感じで、函館まで行くのには硬くて疲れそうですが、短距離利用にはちょうどいいです。リクライニングは北海道ではおなじみのプッシュ式。体重をかけると倒れます。個人的にこの椅子の最大の強みはリクライニングの深さだと思ってます。フルで倒すと後ろの人に迷惑なレベルで倒れるので、一番後ろ最高。座席の機能を全部使うとこんな感じです。ちなみにコンセントはありません。皆さん、うだうだ編集してるうちに高校に合格しました。これからも YouTube 活動は続けられそうです。そんなことはさておき、列車は快速停車駅である北広島を通過。この時間は特別快速がないので、特急課金するか JR 貨物に入社しないとこの時間は通過できません。デッキを覗いてみましょう。まずは洗面台がありますね。鏡もありますが、映ってはいけないものが映るので映せません。ちゃんと自動で綺麗な水が出ます。ちゃんとトイレも完備。走行してるうちに列車は千歳を通過。あと一駅しかありません。いろいろ撮影してるうちに着いちゃうので、 YouTuber って大変なんだなと思いました。ここも北広島同様快速通過駅なので課金の特権です。絵には？知らんな。いつの間にか通過してたなんて言えんよ。さてそろそろ降りる準備。てなわけで南千歳に到着。ここから快速に乗り換えます。乗り換えました。なんでさっきまで微妙に明るかったのにもう真っ暗なのかって。25分遅れてくるのが悪いよな。車両故障を憎みます。その間に快速2本も取れたという。誰だ電話うっせえぞ。気を取り直して出発。特に映すものもないのでカットして、終点の新千歳空港に到着。とりあえず飛行機の時間も迫ってきて、おっと本音が出てしまった。とりあえず僕のようなごく普通の中学生は暇じゃないので、ここで閉めます。いかがでしたでしょうか。今回はごく普通な放課後と言いつつ、割と変なことをしました。冒頭でも言った通り、これはネタなので、不快になったなどのクレームは受け付けません。たまにはこういう小旅行もいいですね。この後主は小海線を満喫したようです。本編は以上となります。もしよろしければチャンネル登録、高評価もお願いします。Twitter や Instagram は概要欄にありますので、ぜひフォローしてください。それでは、ご視聴ありがとうございました。